はい、ゆめです。こんにちはど,うどうも今日は2022年の12月の13日ですね、はい。本日ですね、またまたちょっと東京ディズニーリゾートで、まあ、大きな、まあ、事件がありました。とですね、ランドのですねクリスマスのパレードになんかね男性のゲストが乱入してで、それでパレードが約6分間中断されてしまって、でそれをねキャストが取り押さ,れ取り押さえて、 で千葉県警が本当に逮捕っていうね、まあそういうちょっとね、ショッキングな事件がありましたので、はい、今日ね、それの感想とか、ちょっと思ったことを、まあ、述べてみたいと思います。で、ニュースの概要は、まあ、今言った通りですね。で、これね、一般的なニュースとかにも話題になりましたので、ネットニュースとかテレビとかね、そういうのも扱われたので、おそらく大半の方が知ってるとは、まあ、思うんですけども。 はいこれですね、僕はね、夕方に、これ、ツイッター見てたらね、もう速報で、そういうね報告ツイートがね、なんか続々となんかアップされてて、それでニュースになる前に、もうツイッターの方でまあだいたい見ました。で、動画もアップされてるんですよね、さすがですよね。で、僕もそれをまあ見たんですけども、まあ、これですね、パレードのちょうどプラザのですね、ウォルト像の近くっぽいですよね。 で、その辺でですね、このクリスマスのパレードの先頭のね、ドナルドのフロートの前、ちょうどあのね、サンタの妖精のエルフがいるんですけども、そのエルフとドナルドフロートの間あたりにですね、男性が突然わーっと踊り出てきて、で、この妖精のエルフとね、ちょっとなんか交錯しかけて、でもね、それは無視して、なんかね、わーわーってなんかね、こうなんか踊り出てね、騒ぎながらね、 なんか自己アピールしてるんですよね。で、そしたらね、わずか数秒で、まあ男性キャストが吹っ飛んできて、で、そのままですね。まあ、取り押さえられてるっていう。まあ、そういう一部始終、そういうね、あの、わーって乱入してきて、取り押さえの瞬間がですね。ツイッターの方で、まあ、あの、上がって拡散されてました。まあ、思ったことはですね。まあ、まずは、まあ、けが人とかですね。大きなトラブルは、まあ、なかった。 ようだなっていうまあそれがまず第一印象でまあ思いましたねでまあその動画見たんですけどもまあこれ男性キャストの動きがすごい迅速でですぐにですねその男性をダーッとこうねパレドルートからこうね退場させて取り押さえてすごいなんかこう頼もしかったですよねさすがだなぁと思いましたでもそのね乱入したゲストもですねなんか ちょっとなんか暴れてましたよねなのですごいなんか取り押さえててであの動画映像を見たらちょっと怖いなっていうふうに思った方も多分いますよね,ね実際にその現場にいたらやっぱちょっと怖いなって思った方もまあいたかもしれませんよねまああとはパレードを楽しみにしてた方はねすごいそれでちょっとねぶち壊しというか嫌な気分というか ねちょっと水入りというかですね一時的な中断になっちゃったしまあ余計なものも見てしまったのでまあちょっとがっかりでしたよねそこはちょっと同情しますまあでもこれねもしでニュースのねもしだけ見たらなんかすごい乱入してなんかねパレードを邪魔してやろうとかですね妨害してやろうとかねそういう系の悪いやつかと思ったら なんかどっちかっていうとですねなんかこれノリノリというかですねなんか発狂してるような感じにもちょっと見えてまあもちろんね妨害行為はダメだし迷惑行為もダメでもちろんアウトなんだけどもなんかですねこう正常に物事をなんか判断できないそういうなんか障害のある方なのかなとかね精神的になんかそういうなんか病んでる方なのかなとかね まあそういうような行動にもまあちょっと見えましたね。まあ、僕の一個人的な感想ですけども。まあ、なのでね、なんかツイッターとかを見てるとですねなんかパレードに乱入とかね、とんでもねいやつだとかですね、ふざけんじゃねえよ、許せねえとか言ってね、ものすごいこう一方的にも激怒してなんかね叩いてる人もいるんですけども、なんかそういうなんかね、うん、正常な物事判断できない病気の方かもしれないし、 まあどんな人かもわからないし、どういうつもりかもわからないので、まあ、これ、一刀両断で断罪はできないなっていうふうに、まあ、僕は思いましたね、それ見て。まあ、かといってね、病気かもしれないから大目に見てやってよとかですね、まあ、そういうわけではないです。やっぱりね、この正常なね、この進行をね、パレードをね、妨害してね、なんか多くのゲストの楽しみを奪ってしまったわけなので、 うん、まあねそういう楽しみにしてる方から見たらまあぶち壊しだし、まあ、がっかりですよねなのでそういう点では擁護はできないしやっぱりね大半のゲストの方の楽しみを奪ったわけですからまあそこは同情はしますまあなのでねもう今僕の発言だけをねなんか切り取って理解してね「なんでうまい擁護すんだかよ」とかですね「なんかあの、うん、病気だったらいいんか?」とかね まあ、そういうあの切り取りをする方いるんですけども、まあ、そういうわけではないので、まあ、ただねものすごい激怒してる、ね、あの方もいて、まあね、あの今回の方が、ね、どういう、ね、つもりなのかっていうとこもわ、まあ、からないので、まあ、とりあえずね、まあ、僕はそういうふうに、まあ、いろんな多角的にねいろんなこう視点というか俯瞰で考えてみてねそういうふうにちょっと思いました。はい以以上上でですすなんですけども あとねそれに関することで外野というか派生して思ったことがありましてですねまずはですね今回ですねなんかテレビのニュースとかネットのニュースなんかで一斉に報じられたことがちょっとびっくりでしたねネットニュース見たらねもういろんなね新聞雑誌テレビなんかんでうわっと一斉に報じててまあちょっとびっくりしましたねまあそれだけなんか注目が高い ことだったんでしょうねトピックだったんでしょうねでね時に驚いたのが日テレですね日テレのニュースがこれねすごいんですよなんかこのランドの上空になんかねヘリコプターを飛ばしてなんか生中継してたんですよねあの藤井アナが出てきてて藤井アナのニュース映像が流れてきて 今現在の東京ディズニーランドの上空からですとか言ってるのか生配信ね生中継やってて <laughs> でそこまでするものかと思ってそれもびっくりしましたね大げさすぎてでねそんな、ね、事件が起きてから1時間2時間後のねもう日没の暗くなってからのヘリの上からねそんなニュース見たね映像流したってもう何にもないわけですよ でもうねツイッターなんかで決定的瞬間なんかはねもう拡散されてるから、まあ、そっち見た方がリアルで正確なのにね <laughs> で今回しかもですねパレードルートでの,の事件だからみんなこれも動画撮影もしてるのでツイッター見るとですねもうマルチアングルで続々といろんな人がね動画投稿してるからすごいそういうところでネットの力をっていうのは僕は今回感じたので。 それに対して1時間2時間後にですね、なんかテレビ局がですね、大手メディアのパワーを使ってですね、ヘリで生中継とかしたって、もちろんそんなのね上から見たっても平常営業してるたらのね夜景の綺麗なディズニーランドの映像なだけで、でもうそんな見たってね、ああ、夜のイルミネーション綺麗だねとかね、そういう感想しかないわけですよ。だからね、それ見てね、いや、日テレさ、お前ら、 夜のイルミネーション撮りたいだけだったんじゃねみたいなね、まあそうやって思ってしまってですねで、どういう感覚だと、どういう金銭感覚、どういう経費の感覚でいるんだろうなと思ってねで、完全に速報制ではもうツイッターに完全に負けてしまってて、なのにそんな後出しでですね、そんな、ね、上空からヘリで生中継なんてさ、 このヘリのパイロットとかカメラマンとか燃料代とかですね、たったその映像を撮るのにどんだけ経費かけてんだよと思って、まあちょっと呆れましたね。うんそんなんだからんテレビから人が離れてくるんだよと思いましたね。でもね、藤井アナは好きなんで、あの藤井アナは応援してます。はい。<laughs> あとはですね、同じこのね、ショーンの乱入っていうところでですね、 これね10年前のです、ね、C10 周年の B マジカルでもですね実は乱入事件だったんですよね。これはもともと私服のダンサーなんかがねうわっと乱入してきてなんか私服なんだけどダンサーが盛り上げるっていうなんかそういうなんか面白おかしいショーだったんですけどもそこにです、ね、本当に私服のですねキレキレの一般人の,あの一般人が乱入してですね ダンス踊るっていうねそういう乱入があってですねでまあぶっちゃけそれはちょっと,ちょっと笑,笑えるんですよ、まあ、まあダメなんだけどダメなんだけどでもね思わず笑ってしまうってうそういう乱入があってですねそれが今頃ですねなんかバズっててねちょっと面白かったですね、まあ、あとはですねあのなんかパレードに迷惑ゲスト乱入なんていうそういうなんか 釣り動画釣りタイトルなんかがあってね昔からね定番で、ね、実はカモでしたとかですねなんかそういうなんかほっこりするようなねそういうなんか釣り動画とかね釣りタイトルのそういうのがあるんですけども、まあ、定番のね鉄板ネタがあるんですけどもまあ今回はマジだったっていうですねまあ思ったことはそのぐらいですかねあとですねまあショーパレといえばですねまあそれに関係することでなんかねショーパレ鑑賞のマナーや配慮に関して なんかね、キャストがね、注意するとかしないとかですね、まあそういうね、なんのツイートなんかもちょっとバズっていたので、まあそれはですね、ちょっと後日また改めて別の動画にしようかなとか思いました。はい、今日の動画は以上になります。特にご注意はありません。はい、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー